こんにちは、アルーチの岡本です。初めてパンを作る人、初心者の人、教室に通ったことがない人、もちろん通ったことがある人も、動画を見ながら一緒にパン作りを楽しんでみませんか？端末を手元に置いて作業を一緒に進めていきましょう。私の作業の方が早い場合は一時停止をしてみてください。まず小麦粉が入っていきます。水が今日は 120g 入ります。ヨーグルトが 20g、 砂糖が 16g 入ります。お砂糖を入れていくんですが、10から12ぐらいはイーストが食べちゃうと思ってください。イーストが 3g 入っていきます。お塩が 3.6g 入ってきます。お塩とかはやっぱり微量計で測りたいので、 1g 単位ではなく 0.1 まで測れる微量計と呼ばれるものを用意すると、パンとかお菓子とか使うときにはいいので、1個このようなものがあると重宝します。このようなジップロック、用意をしてください。この中で発酵させていきます。いろいろな説明はこねながらしていきたいと思います。こねていきます。まずやってはいけないことが、イーストにお塩やお砂糖を近づけることはすごくイーストが嫌がります。お砂糖はいいですよと言われてた時もあったんですが、お砂糖もこのなめ口にお砂糖をかけて死んじゃうのと一緒で、浸透圧でかなり傷んでしまうので、まずやることはインスタントドライイーストをお水にバサ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 と入れてあげてください。だいたい28度ぐらいのぬるま湯になっています。季節がもう少し冬場で寒かったりすると、この湯を32度から35度くらいにするんですが、35度以上には上げないでください。夏場は今度逆に粉の温度とか全体の室温とかも上がってくるので、このお水の温度は少し冷ためにします。こね上げ温度というものがあります。こね上げ温度を説明すると、粉の温度とお水の温度と気温ですね、足して3で割ったものがこね上げ温度になります。こね上げ温度28度って言われたら28度室温があります。粉の温度もだいたい室温と似たりよったになります。28度あります。そしたらお水も28度にしてあげると、こね上がりは28度になります。こね上げ温度が低くなると発酵の時間が長くなってきます。できるだけ合わせた方が良いとされるんですが、あんまり冷たすぎる、あんまり熱すぎるということがなければ、家庭製パンなので室温で行っていっていいです。その代わり発酵時間が10分、20分、30分ずれてくることもあるし、この先インスタントドライイーストの量をすごく減らすとか、自家製酵母を作る場合はもう1時間、2時間、3時間の単位で狂ってくるので、そういう時はきちんと合わせてあげてください。で、今なんかこうやって喋ってる間にイーストがこう溶けました。溶けたら今度お砂糖を入れてあげて溶かしてください。で、どっちに入れるんですか、粉に混ぜてもいいですよとかいろいろあるんですが、均一に混ぜたい場合は水に溶かすと均一になっていきます。で、ヨーグルト、ヨーグルト先に入れてもいいです。ヨーグルトも入れてあげてください。で、ゴムベラのようなものを使ってもいいですし、自分でこねるときは洗い物が増えるとめんどくさいので、タッパにまずヨーグルトを測る、で、お水をちょろ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 って測ってあげていいと思います。ぐる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 ーっとします。次に塩を入れてください。台はどこがいいんですかって言われると、専用の木のボードとか用意する必要はなく、一番いいのはシンク横のスペースですね。これこんなもんあれば十分なので、ちょうどそこでこうスポンジで洗ってシャーッと流せるので便利だと思います。そしたら粉をこう軽く振るってあげてください。ドイツではちゃんと振るわないとフロートと呼んじゃいけないよっていう規定があるくらい、空気をこうやって混ぜ込んであげることによって、この中に入った時にイーストは空気が好きなので、酸素が入っていた方がイーストによって都合がいいので、そうしているし、水にこのように均一に散りやすくなります。そしたら手でぐる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 っと混ぜてください。で、ぐる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 混ぜると、もう粉気がこのように水の感じがなくなっていったら、最初ぐる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 混ぜてしまって構いません。したら出してあげます。もう粉が残ってる間出しちゃっていいです。ここでまた入れて発酵させていくので、こうやってちょっと 手でゴシ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 っときれいにお掃除してあげてください。こんな感じで取ってあげたら、乾燥しないように机の上にひっくり返してちょっと横っちょの方に置いといてください。こねていきます。まず手についたものを外していきましょう。粉を上にまぶすようにして、ちょっとトン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 って切って
均一にしてあげます。よいしょ。切って混ぜて切って混ぜてしてあげてください。でこれくらい粉気がなくなっていったらこねていきます。こねていくんですが、小型パンのこね方ですね。まずこねます。でいろいろこね方ってあると思うんです。こうやってギュッギュッて押してくださいねとかいろいろあるんですが、小型パンを引きがこう引きって言うんですけど、ぐにゅぐにゅっと噛み切らないように作るこね方で、ある程度早く生地が均一になって簡単なこね方を教えます。それはどうするかというと、端っこの方を持ってこのままザザ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 ザ、これはよく小学校の子供とかと一緒にやるんですが、すごくよくこねります。こうやって薄く伸ばしていってあげてください。ザザザザザ、最初ベシャ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 しててもいいです。こう手のひらでザーッとこねていってあげます。ザザザザザ。なので台とかだと動いてしまうので、かえってそのシンクの横とかのつるっとしたこう陣台みたいな上の方がこねやすいです。で基準を下がっちゃったらいけないですよって昔は言ってるし、本当はいけないんですが、下がっちゃったらその分発酵の温度をちょっと高く上げてあげれば、これくらい人が入っていると大丈夫です。よいしょ。本当はそのこね上げ温度というのは重要なので、上級レベルになると気をつけてくださいっていうワードが入るんですが、最初の頃はそれよりもきちんとこねてあげる、きちんとしっかりとこねてあげるっていう方を重視してあげてください。こうやって手で触れていった方が基準って意外に下がらないです。こうやってザガザザザザってやっていくと、なんとなくわかりますか。さっきベタベタくっついてたのがこうつるんツル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 と取れたの分かります。なんかこうツルツル取れるようになってきます。まだこねます。なので一緒にやっていきましょう。一緒にこねます。頑張って、まだこねます。3、4、5、10回こねましょう。6、7、8、9、10回こねました。そうすると手にこんなついてあーってなるので、一回ここで外してあげてください。手のを外してあげましょう。手にくっついていたのがカピカピになっていちゃうんですね。なので入れてあげます。でまだこんなベタベタです。だんだんこうやって触っていくと生地がツルンツルンとしてきて可愛くなってきます。はい、頑張って。3、また10回、4、5、6、7、8、9、10。そうするとだいぶこうツルツルとこうベタ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 しにくくなってきます。で手にはベタ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 しててもまだいいんですが、台からツルッと剥がれる状態になると、これが水切れ状態って専門用語で言ったりするんですけれど、だんだん生地が均一に混ざってきたよっていうんですが、こう分かります。まだビリ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 裂けてしまう状態です。はい、また頑張ります。1、2、3。分かんなかったらこうやってちゃんと端から端までぐる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 って伸ばしてください。掛け声と一緒に合わなくてもいいです。こう、こうでぎゅーっ、端から端まで全体を伸ばす、伸ばす、やってください。これ端から端まで伸ばせる人とこれしかやらない人は全然違ってしまうので、ちゃんと力をかけながら吸ってください。10、で20回今やったんですけど、そしたら自分のがよくわかんないなと思ったら、一回こうやってね広げると分かりやすいです。薄く全体的にこうやって広げてあげてください。全体にねこうやって広げてあげます。よいしょ、よいしょ。でお相撲さんのこう突っ張りみたいな感じで、よいしょ、よいしょ。これが一番すごくしなやかな生地になります。最初はこうやってねこう切っちゃってると、グルテンで切っちゃいけないんだよとか、こう擦っちゃってるとここ傷んでますよって言ったんですが、今日ぐらいの加水であれば傷むことはないです。なのでちゃんとこうやって引き伸ばしていって、グルテンで必要なことはちゃんとこう伸ばしてあげる、ちゃんと伸ばしてあげることが必要になります。で大体全体で上手い人だったら50回から60回これやってください。ふわふわにしたい人はここでしっかりとよくこねてください。そこまでふわふわにしなくてもいいわっていう方は
少し少なめでもいいんですが、発酵時間が短いパンの場合、今日みたいなイーストをいっぱい入れたパンの場合は、ここでしっかりとこねてあげないとボソボソっとした口当たりになってしまいます。で、できたかどうかグルテン膜を見ましょうって言って、こうやってよく見るんですが、グルテン膜っていうのは時間が経てば必ず見れるものになってきます。薄く伸びていくので、ここで簡単なこと言って30分ぐらい放置しておくと、つながってグルテン膜は必ずできてきます。だんだん疲れてきましたか？はい、じゃあ手のもう一回外してみてください。大体今50回ぐらいこねた段階ですね。そうするとほら、だんだんこのように生地が薄いところと粗いところと出てきたんですが、まだこうやってベリ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 下げてしまう状態ですね。だからまだこうボソボソして伸びるんですけど、まだこれくらいの厚さにしかならないので、まだこれでは足りないのでこねましょう。で、その見極めがわからない、最初わからないと思うので、このすっ長く吸って伸ばす、長く吸って伸ばすを頑張って100回やってください。大体このペースでやっていくと、まあ、5分から10分こねたら100回か150回ぐらいはこねてる感じになるので、ちょっとノリのいい音楽をかけながら頑張ってこねるっていうのもいいでしょう。頑張らないで一生懸命、一生懸命早くするときはこうやって早くする。ちょっとこう、もう分かりますか、手にこうやってねまとわりついてくるんです。こうやってで下まとまりに簡単にくるくるってなるようになったら、もうはっきり言って大丈夫です。この手の外す作業って何がいいかっていうと、少しねグルテンがお休みされるんです。グルテンっていじられてると、どんどんキュッ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 と固まっていく性質があって、それを無理やりほどこうと思うと今度切れてしまうんですね。なのでこうやってちょっとね休ませてあげるっていうことはすごくいいことです。こね方で質問があると思うんですが、押してこねるやり方もあります。押してこねるんですが、グルテンって何ですかっていうと、小麦に入っているタンパク質ですね。それが風船の膨らむ元みたいになると思ってください。バネ状になってます。なのでバネ状のものをちゃんと伸ばしてあげることが必要なんですが、こうやって最初からこう折りたたんでいくだけだと、このバネのやつをこうどんどんもっと折りたたんで、結局こんがらがった絡まったバネがある状態なんです。そうするとそれを伸ばすのってすごく力がいったりするんですね。しなやかにそのグルテンのゴムをこういやーって伸ばしてあげる、その作業をこねでしてあげてるんだと思ってください。グルテンっていうのは水と粉が混ざり合うとできるものです。それが時間をかけて1時間ぐらいするとちゃんと伸びきると思ってください。どのような力をかけて伸ばしてあげるの か、そのやり方はいろいろあります。で、もう一つ重要なのが、こうやって折って重ねてあげるっていうことも重要になってきます。そうすると折り重ねてあげる、だけど折り重ねてあげるんですが、折り重ねてあげるだと伸ばすっていう作業が足りなくなると、ゴムのグニョグニョってそういうすると団子のようなパンになってしまうので、こういうサササってこの伸ばし方は手こねだとすごく伸びのいいパンになるので覚えておいてください。じゃあこれからバターを入れていきます。バターなんですが、こうスーッと指が入る柔らかさにしてくださいっていうと、常温に出してずっと置くと、こうバターってバターの中に油分の中に水が入っている状態なんですね。それが溶けててしまうとあまり良くないので、まあ、冷たかったらこうやって入れる前にカードでよいしょこうやって柔らかくしてあげてください。で、バターの柔らかさはっていうと、生地の柔らかさよりも柔らかくしてください。生地より硬いと入っていきません。で、入っていかないどころかグルテンを壊してしまうので、柔らかくした状態でこのように貼り付けてあげてください。まあ、どうするんですかって言われたら、半分に折ったら切ってあげる、切って、まあ細かくガシガシガシと切っていってあげてください。この時にスケッパで鉄のやつでやると手切っちゃったりするので、気をつけながら。で、この時にバターがあっさりと入っていったっていうと、最初のこね方が足んないです。今みたいにこう、わかります、ブチュ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 っとなかなかバターが入っていかないっていう状態までこねてからバターを入れてあげた方が後でふわっとしやすいです。
これなんでかっていうと、最初にこうグルテンをこう編み込んだわけです。あれやってビューザーってやりながらこう細かい編みの目を作りました。そこにバターをこう塗り込んでいくという感じですね。そうするとパンがこうヒュースル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 ってこう伸びやすくなる。だからパンが釜の中とかオーブンの中とかでこう伸びやすくするアシストをするのがバターだよ。で今回バターにしたのはなぜかというと、イーストいっぱい入れるとイースト臭くなるっていうのもあって、ちょっとバターの香りをつけてあげたい、そういう狙いがあります。だからバターが嫌ですよって言った場合は、香りが嫌な方はショートニングは無味無臭です。ショートニングって昔はいろんなものが添加されて嫌だとか言われてたんですが、今オーガニックのショートニングとかも出ているので、そういうものをお買い求めになってもいいです。油脂なんですが、オリーブオイルで代用していいですかって言われるんですが、固形油脂、いわゆる固まっている油脂ですね、固形油脂は固形油脂の中で代用した方がいいです。なぜかというと、膨らみとかあの食感にすごく影響してきてしまうものなので、初心者のうちはちゃんとレシピ通りに作ってあげる。このレシピはスーパーで買えない材料は入っていないので、ちゃんと揃えてからやった方が最初のうちは失敗が少ないです。そんなことを言って喋ってる間にこう、はい、分かります、バターがベタベタしていたのがもうなくなってきます。あっという間になくなってきます。こんな感じの伸びのいいものになってきました。でこっから叩いてこうペタンって叩いてこねてもいいんですが、最初叩いてこねるやり方というのは難しかったり、マンションとかだと苦情が来てしまったりするので、最後までこのこね方でいきます。そうするとさっきよりもつるんと剥がれるようになります。このこね方を、手がベタベタになっても構いません。50回してください。さっきツルツルしてたのがまた一回ザカザカとこう取りにくい状態になってきます。構わずにやってあげてください。これまとめればすぐにまとまるようになるだけなので、だいたい50回やったら一回手のを書いてあげてください。でこの外のもひとまとまりにします。50回終わったらこのようにまとめてあげてください。すごく生地がベタ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 してても構わないです。でここで本当は綺麗に丸めましょうって言うんですが、最初は丸められないと思うので丸めなくて構わないです。でカードで手のをしっかり取ってあげてください。で丸めるんですが、丸めるコツとしてこうカードをこういうふうに立ててあちこちからやっていくとこう丸くなっていくんですね。こうやってキュッキュッ、その時ならない場合はこの角度がこうなってなくて、もっと寝ちゃってる場合はならないです。ちょっと立ててあげてキュイッキュイッキュイッとしてあげるとこうやって丸くなります。丸くならなかったら丸くならなかったで全然構いません。なぜかというとこっちで潰してしまうからです。こね上がったらまずグラム数を測ります。0点調節してから生地をこのようにペロンと入れてあげてください。今 360g あります。ここでちょっと倍率、発酵の2倍っていうのを分かりやすくするために、このまま入ってたビニールでちょっと平らにならしてあげてください。平らにならしてあげると360の倍なので720のところまで来たら発酵が上がったとして、で最初にグラム360g っていうのを 360cc で考えていいです。体積に、で体積に考えるとそれが倍になったら720だから、この750のちょっと下までこれがこうブク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 って上がってきたら発酵が上がったよっていう合図で一次発酵が終了になります。で温度なんですが28度ぐらいのところに置けたらいいんですが、常温でゆっくり待ってあげてもいいです。でも私はちょっと時間そんなに待てないよっていう方は28度ぐらいのところに入れて発酵させてください。28度の作り方なんですが、これはこのリンゴが入っていた箱ですね。この中に大体一次発酵の場合お湯飲み1個か2個ですね入れて蓋をしてあげてください。そうするとこの中の温度が大体28度になるように、何度かわからない場合はこういう温度計ですね、温度計をこうやって穴にプスって刺してあげると何度かがわかるようになります。こね上げ温度も28度近かったので大体50分から1時間ちゃんと2倍になったところですね。今日の場合は720のところまで行ったら一次発酵終了と思ってください。50分後
構ですね、だいたい倍のところまで発酵が上がりました。ビニールを剥がしてあげましょう。このようにビニールを剥がしたら、よくパンの本であることですね、あの手を粉の中に入れてこうプスッとすると、こう周りがふうふうってやりながら戻らないくらいですね。ある人が表現できて、おばあちゃんのおへそって言ったことがあるんですが、こう若い子のおへそはこうプリプリってして、こうキュッと締まってくるんではなく、こう周りがちょっとふわふわふわって落ちるぐらいですね。これがペションと潰れてしまったら過発酵といって、ちょっと膨らませすぎです。こんな感じです。ちょっと粉を軽く振ってあげたら、周りにカードを刺してあげます。よいしょ。結構ブイッと刺してしまっていいです。刺していくうちにゆっくりとゆっくりとこうフワ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 ってこう落ち込んでいくぐらいがちょうどいいです。ひっくり返して出してあげてください。手に少し粉をまぶすといいです。ベタベタしてるようだったら手に粉をまぶしてあげてください。これを6等分にカットしていきます。カットする時のコツなんですが、できるだけ正方形に切ります。なのでこっちをこうよいしょよいしょと伸ばしてあげると6等分しやすいです。切る時のポイントはギコ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 ってのこぎりぎりではなく、スパッと切ってあげます。だいたい6等分、こんなもんでしょうかね、はい、だからまず手を下に入れてあげてスパッと切ってあげてください。反対側からカードを差し込んで動く状態にしたらスパッと切ってあげる。でこうくっついちゃってる時、こう分かります、あ剥がれたんですが、こうくっついちゃってたら手でそーっと剥がしてあげてください。下に手を入れてスパッスパッと、もうちょっと3等分、これを半分ずつに切ったら6等分になります。で分割が終わったら今度丸めという作業が入ります。丸めなんですが、こう手の上でくる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 っとやるんですが、最初はそれをするのがすごく難しいので、まずここの中、今ガスがいっぱい入っている状態なんですが、ガスがいっぱい入っているとちょっとイースト君、二酸化炭素が周りにいっぱいあるとすごく嫌です。こう熱で寝ている時に足元が熱くてモワモワモワとして嫌なのを、こうバサバサっとすると、ああすっきりしたという感じのイメージと近くて、イーストもこのガスが嫌なのでちょっと抜いてあげたいです。周りについている粉を手に包んだら優しくポン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 と鳴らしてあげてください。その時にやるのは、自分が寝てもいいお布団ぐらい、これをこう潰しすぎてせんべい布団になると寝るの嫌なので、ほわ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 っとなんとなく潰してあげてください。潰してあげたらどうするかというと、半分折ってあげる、三つ折りにしてあげてください。こっちも三つ折り、三つ折りにしてあげる。これで構わないです。最初こうくる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 って丸めようとしなくてもこれで十分です。分割丸めのやり方はもう最初はそれでいいです。慣れてきたら丸めるという方法をとってもいいんですが、最初は丸めようと思ってくる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 するとガスが抜かずに外側が切れてしまったり壊してしまうだけなので、生地の扱いが慣れるまではまずこのやり方の方がうまくいきます。丸くでペタってくっついてしまってるようだったら手に粉をつけてあげてください。手粉っていうくらいなので手に粉をつけてあげてください。で2個ね。なのでその丸めのやり方も一応教えましょう。なので丸めのやり方なんですが、最初にこうベタベタするところをこうやってくるっと入れてあげたら、手を今度はね粉を払ってく、手をこういうふうに広げてあげます。広げてね、広げたらここによいしょって置いてあげます。くるくるくるってやるんですが、絶対ダメなのが横から見るとボールっつってこうお団子こねお団子こねすると中でシュワシュワシュワっとするだけなので、こっちはこう開くんです。こっちやってキュッ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 ってやるんですが、それを何をやっているのかというと、こっちからこうキュッと締めてます。でこっちからキュッと締める、締めるってしながらこう自分の手はこっち巻き、中の生地玉は反対回り、こういうふうにキュッ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 くらいすると丸くなるんですが、大抵外がベタベタいったりこういうふうに白く色が変わらなかったりして終わってしまうので、もうそれはもうちょっと慣れてからやりましょう。なので今は
あの叩き方とかもこね方も簡単な一番簡単な方法、一番失敗しにくい方法で教えているんですが、これが上手にできるようになったら、アルチのパン教室の動画で基本の丸パンというものがあるので、あっちはこうきちんと叩いてこねるっていうやり方も教えているので、これに慣れたら次はそっちの基本の丸パンという方をやってみてください。こうやってガスを抜いてあげる、ちゃんとガスを抜いてあげてください。こうくっついちゃっている場合はカードでちゃんと剥がしてあげてください。あのカット板にこうついてるのにベリッてやられたら嫌なのと一緒で、生地もすごい痛いって言います。言わないんですけど、はい、ちょっとベタベタしちゃうようだったら周りの粉をつけながら、今三つ折りしたんですが、三つ折りよりもこうやって、わかります？こうやってよいしょ、周りから折ってあげた方がこう丸く均一にいきます。だからどういうふうに生地を重ねてあげるかによってどのような形にしたいんですかっていうことが言えます。なんですが、まずはこの三つ折り3つでしっかりとガスを抜いてあげる、押さえながら抜いてあげる。でここでじゃあガスを抜かないとどうなるんですかって言われると、ガスを分散させてあげることによって1個だった気泡が2個3個4個4個、物の油もこうお箸でくっつけていくとこう大きくなるの、ガシャガシャってやると細かく散るみたいな、そんな感じです。だから1個の気泡をこうやって分散させてあげると、出来上がったパンのすだちっていうのは目ですね、目が細かくなるよ。じゃあここまでこんな感じできました。ちょっと一回り大きくなるので離しておいてください。気温よりもパン生地の温度の方が高い場合はどんどん逃げていきます。逆に生地を冷たかったらそんなに乾燥はしません。要は 水分中の水蒸気がここに結露していく状態になるのでそんなに乾燥しないんですが、この場合は乾燥していくので、まあ、ビニールをかけてくださいとか言うんですけど、ビニールはくっついてしまうので、さっき言ったこう発酵のこういうものですね、こういうのをパッとかぶせてあげる。これは時間で見てください。15分から20分です。まず15分になったらチェックしてみましょう。15分経ちました。このように一回りふっくらと仕上がっている状態になります。そしたらここから成形という作業に入っていきます。成形ですが、さっき言った軽い丸め方をします。で手に粉をこのようにまぶしてあげたら取ります。取ったら軽く潰してあげてください。つまみます。90度よいしょ、つまんでよいしょ、しっかりつまんで、よし、炭をつまみました。ただ手のひらを合わせて手をこのようにかぶせて縦にしてやると、1、2、3だけくるくるくるだけしてあげてください。くるくるくるっとしたらお尻をきちんとつまんであげてください。これを全部やります。軽く潰して上に持ってきて、つまんで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 、くるくるくる、そしたら置きます。あ、そこ一応閉じてください。でここで閉じないのは粉があまり入りすぎてしまうと閉じません。なので粉は最低限にしてください。でも手にベタベタくっついちゃうのは困るので、まあ、ここら辺に周りに飛び散ってる粉をこのようにつけてあげればいいです。あ、1、2ぐらいして周りを1つまんでつまんでつまんで、ひっくり返してくるくるくる、さあひっくり返してお尻をつまんであげてください。ここまで来たらここからもう一作業します。で丸パンといってこのまま膨らましてもいいんですけど、このまま丸パン膨らますと実はすごく難しいです。この丸めが均一じゃなかったり外に傷がついてたりするとうまく丸まらないし、発酵が足りなかったりちょっとオーブンの温度が低かったりすると横がこうおへそ下の方から割れてしまったりいろいろするので、プリンカップみたいの中に入れて焼いてあげてもいいんですが、今日は少し可愛らしく設計してみたいと思います。この上に粉をこうまぶしてあげてください。粉こんな感じ、大福餅みたいな、大福みたいにまぶしたらこの菜箸ですね、もうちょっと綺麗なのを選ぶかったんですけど、これをよいしょとしたらどうするか、ちょっとよいしょよいしょ、くるくるく3、4、5回ぐらいくる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 してください。切れないけどきっちり下までこのように切り込みが入っているようにしたらキュイッてつまんであげてください。超たらこ唇ですね。下を取って
上に来た方を下にして、牛乳パックとかあると思うので牛乳パックの下にこんな感じで置いてあげます。パンみたいなお盆でも何でもいいです。こんな感じで発酵、仕上げ発酵させていきたいので全部やります。こんな感じにしたら、さっきやったようにフォーシロールの中に入れてあげてください。2段にする場合はここになんかこうつっかい棒みたいなのをして、こう2段でやると2個分発酵できます。お湯を張ったものを置いてあげてください。そして蓋をしてだいたい30度くらいのところで発酵させていきましょう。あまりにも黙々がひどい場合は一回蓋をした後に、まあ、3分から5分ぐらいしたら後ろ面を拭いて、この面ですね、後ろの面を拭いてあげてください。そして蓋をして発酵させていきます。15分経ちました。すごくいい感じなので天板に移していきたいと思います。取り出すとどこで良いんですか、こう押すとゆっくり戻りながら指の跡がついてるぐらいです。わからなかったらだいたい28度のところで10分から15分待ってあげるということを目安に最初は覚えてください。天板に移していきます。焼くための天板に移すんですが、下にくっついてしまうのでこのようなオーブンシートというものが売っているのでそれを敷いてもいいですし、サラダ油を手に取って薄く塗ってあげても構いません。ただ今こうなっているこれをこのままよこしょとひっくり返してあげてください。でここですごく切り込みっていうか、この裂け目をしっかりしたい人はここでもう一回カードかなんかでよいしょくっつかないようにここの筋目に軽く切らない、肘を切らないようにカードを入れてあげるとぷくっとします。でもここで生地を傷めてしまうようだったらやめてあげてください。でこれを上新粉で米粉を打ってあげてもいいんですけど、米粉を打つとちょっとなんかおせんべいのような香りがついてしまうのでしません。焼くのがガスオーブンの場合、このように上にお化粧の粉を振ってあげてください。火の当たりが柔らかくなります。私は今日電気のオーブンで焼くんですが、電気のオーブンで機能があるとしたら加熱水蒸気というもので最初の5分間だけ焼いてあげてください。加熱水蒸気を切って残りの7分から8分焼いてあげてください。こんな風に焼き上がりました。こういう双子のパンの場合なんですが、この間をつけたい場合はコロコロする幅を狭いのからちょっと太くするだけでこう2つに行くんですが、そうするとちょっと食べ口が硬くなってしまうのでこれくらい筋目が入っているくらいでいいと思います。ドイツだとこういう感じの小型のこう2つに分かれているパンのことをブレッチェンと呼んだりすることもあります。フランスだとこれをフォンデュって呼んだりします。なんですがフランスパンの場合はパンフランセと呼ぶからには油脂とかお砂糖は入れないことが多いので、まあ、これはプチパンですね。プチパンとして呼ぶのが正しいのかなと思います。初めてで丸パンよりもこういう風にした方がいいということはちょっと接地面も増えるので、ちょっと丸めが甘くてもきちんと火通りが良くなるということもあります。ぜひ試してパン作りにハマっていただけたらと思います。